ー元日本代表監督で、J3 FC 今治の代表取締役会長を務める岡田武史氏、66イコール日本協会副会長が、今度は高等学校教育に乗り出す。19日、都内で会見し、来年4月に FC 今治高等学校里山校、愛媛県今治市を開校して学園長に就任すると発表した。また岡田は何を始めたんだ、と思われるかもしれませんが、天の廃材、と強調。創設116年の歴史がある今治明徳学園からの申し出を受け、世界の歴史を動かすキャプテンシップを持った人材、ヒストリックキャプテンの輩出を目指すという、強いリーダーシップを持ち、この社会にアダプト、適応、する力を持った人材の育成が必要。ヒストリックキャプテンは、歴史に名を残すヒーローではなく大谷翔平選手のようなヒーローではないかもしれませんが、みんなを巻き込んで変えていく人材、社会を変えていく人材を育てたい、と教育理念を口にした、かねて環境問題や野外教育に熱心だった岡田氏が、ついに前日制の学校を創設。現存する今治明徳学園八田分校を FC 今治高等学校里山校とする学校教育に込める思いとしてはよく口にする遺伝子にスイッチが入る状態のタフネスさを養い野外教育や地球環境の多面的な理解持続可能性の考察力を指導歴史的なキャプテンになるための資質を養うため、午前中は座学、午後は J3 今治のホーム里山スタジアムなどへ出向いての実習がカリキュラムとして組まれており、同本郷、感情の交換が生まれる学びのフィールドに、としている、JR 今治駅から3分の距離に個室完備の寮も用意。全国どこからでも入学可能で、FC 今治の企業理念、次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会づくりに貢献する人材養成へ、岡田学園長が導いていく、木下潤。